これは文字だな。解読は難しい。調査員の中に読める者がいるかもしれない。そこにいるのはハンターで…じゃあな。古代樹の頂上へ向かうとするか。リビアのゲラルトが木登りとはな、いい土産話になりそうだ。騒ぎ声が聞こえる。この先がガジャブフの集会所か。間違いない。ここが…待て。話が聞きたいだけだ。くそ、やるしかないようだ。十分だ。お気をつけて。族長が見つかりましたら通訳に駆けつけましょう。族長は自らの不調を察し、治療しようと極上の癒しを求めたのだろう。族長が向かった場所を探し出さなくては。まずは編纂者の元を訪ねてみるか。南のキャンプと言っていたな。まずは編纂者の元を訪ねてみるか。南のキャンプと言っていたな。老地が恋しくなるとはな。お疲れ様です、ウィッチャーさん。調査の進展はいかがですか？それじゃあな。ご分を。メダルが震えている。族長が近くにいるのか。震えが大きくなった。近いな。あれが族長か。やはり何かに呪われているな。ここは戦うしかない。
待たせいたしました。このガジャブが族長で間違いないでしょう。聞きたいことがあるならお急ぎを。意識がはっきりしているのは今だけかもしれません。わかった。通訳を頼む。手荒な真似をしてすまない。俺はリビアのゲラルト。お前を探していた。たまにいるか。俺を？ああそうか。急に意識が遠くなって急いで治療しようとここに。お前に呪いをかけた奴がいる。俺はそいつを倒しに来た。意識が遠くなった時何を見たか覚えているか。黒い渦を見た。渦の中から枯れ木のような腕が伸び俺を掴んだ。そこから先はよく覚えていない。黒い渦とは門のことだな。枯れ木のような腕、その主こそが異変の中心にいる怪物で間違いない。お前はここでおとなしくしていろ。俺ならその怪物を始末できる。なぜ俺を助ける？俺にとっての一大事でもあってな。ではな。私はもう少しここで調査を続けます。族長の様子も気になりますので。くれぐれも油断しないようにな。間違いない。族長の異変と森の異変はつながっている。事件を解決すれば奴にかけられた呪いもおのずと解けるだろう。よし、調査を続けよう。ハンターの装備か。悪くない。根による窒息が死因のようだ。捕食された形跡はない。根による窒息が死因のようだ。捕食された形跡はない。あの怪物はひどくやられているがまだ息がある。次は用心するんだ。
これで森の異変も収まるな。依頼は完了だ。この森の生態系を養分にした強力なレーシェンの素材だ。そうだな、礼を言う。お前は調査団の一員か？いや、俺はウィッチャーだ。調査団の依頼でこの森を調べていた。礼だったら彼らに言ってくれ。礼に、なあ、探偵様、礼で、ありえな。では伝えてくれ。これまで1の部族のみが力を貸していたが、今後は2と3の部族も力を貸そう。わかった。必ず伝えよう。世話になった。感謝の頂点。おっちょこまー！悪くない。少し想像しが。君のおかげで問題が解決した、礼を言う。今後ガジャブーたちも協力してくれるそうです。本当にありがとうございました。元の世界へはどうやって？レーシェンが作ったもんが一つぐらい残っているだろう。あのハンターはどこだ？怪物退治をしていた間、邪魔を防いでくれたと聞いた。あの者は優秀であるがゆえに多忙でね。君がレーシェンを討伐するのを見届けてすぐ別の任務へと向かった。君によろしくと。では報酬を。残念だが、こちらの通貨は俺の世界では使えない。それはハンターに。奴を倒せたのもハンターのおかげだ。それとこれも。これはルーン石だ。ハンターは魔法とは無縁と聞くが、俺の世界では物に魔力が宿ることがある。これを使ってある程度の炎を呼べるだろう。また奴が現れたら、次は君がやれとハンターに伝えてくれ。それでは、世話になった。元気でな。きっとこの辺りに違いない。友達を助けた霊か。ありがとう。お前たちとは仲良くなりそうだ。だが俺は依頼を受けたに過ぎん。これは彼らに渡してやってくれ。調査団の最も優秀なハンターに。
いつかまた会おうと。ではさらばだ。くそ、やはり門は嫌いだ。